話します。はい、視点広げ、視点増やした視野広げです。はい、フェチですけど、フェチにもいろいろあって、G の視聴者さんにもいろんな種類のフェチを持っている方がいらっしゃいます。で、例えばストッキングとかタイツとか靴下ですよね。その今チーム履いてるこの黒の采配もそうですし、その何だろう、このものじゃなくて動きとか踏まれたいとか蹴られたいとか、そういうフェチ、まだ他に物の形とか、その物の質感のフェチの方もいらっしゃいます。はい。で、フェチって自分の思ってる以外のフェチって結構否定しがちっていうか受け入れられない人が多いんじゃないかなと思います。それでフェチの方が思い悩んで過ごしているっていうのは以前ニュースかなんかで見ました。はい。で、なんでフェチができるのかなって考えてみました。チーフフェチとかないんですけど、フェチの性質的なものっていうのは好きっていう、好きですよね。好き、大好きとか大好きとか好きと好きで好みですよね。で、その好みがすごく自分にとっての喜びとかそういったものになっているはずなんですね。なっているはずです。で、また その喜びが嬉しいとかが興奮するって言って、その興奮が喜びに変わるので、そういう性質的にはこういうことだと思います。別にフェチじゃなくても例えば感動したちょっと興奮気味になるっていう性質もあると思います。それと同じ性質のところもあって、それを考えた時にフェチの方がフェチのになる人とならない人の差って何かなって考えると、大体好きとか好みってそれも人それぞれじゃないですか。で、結局好きとかっていうものはどこで決まってくるかって言ったら結構小さい頃とかそれが強く現れるのが小さい頃の体験とかになります。記憶とかで例えば食べることでフェチの方は小さい頃に何らかの体験をしているはずです。何か目撃したとかそれで衝撃を受けたってことです。
で、これだけだったの、これだけだったの、その見た人、目撃した人はみんなのフェチになっていないとおかしいんですけど、なる人とならない人どうしてかって言ったの、ここにはの罪悪感みたいなものがあるんじゃないかなと思いました。あ、どういうことかって言ったの、その見たも、その目撃したものに対してあの本当はこれは見てはいけないものじゃないかなって、あのなんとなく分かっているっていうか、あのそういうふうに思っていても、あの目が離せない状況、こういうことがあのどんどん葛藤していって、葛藤してる間あの常にその目撃したものをあのずっとあのイメージしているので、それがあの罪悪感からあのそのやがてはあの自分の好みになる、なっていったんじゃないかなってあの思います。あ、でその他にはあの例えばの、マゾヒスト M の方はあの、叩かれるとかあの、そういうものにあの興奮を覚えますけど、あのどうしてそうなったかというと、あの小さい頃にあの抑圧されたことがある、親がすごく理不尽でとか、あの暴力的とかで、そこであのすごく我慢を強いられたとか、体験とともにあのそれがあの強くあの自分の記憶にあの入ってしまって、あのその叩かれると本当は嫌なはずなんですけど、あのでまああの叩かれるとのちょっとの喜びみたいな興奮みたいなものをあのするんだと思います。で一方逆にあの叩く人、なんてサディストは、まあ、あのこれもあの虐待を受けた経験があって抑圧された経験もあって、あのこれはあのさっきのあの叩かれるマゾヒストの人とあの同じ経験をしてます。でもあのそのサディストはあの自分のその体験があの自分に向けられればのマゾヒストですけど、外に向かうとあのサディスト、外に向かうとあのサディストに S ですねになるんじゃないかなと思います。その違いだと思います。ただの喜び、叩いて喜んで興奮する、叩かれて喜んで興奮するっていうその中身の性質的な、性質的なものはあの全く同じです。ただあのサディストの人はあの外にあの力を向けますので、行き過ぎるとあの犯罪者になったりします。例えばあの過剰なあの暴行ですよね。あの例えばあの本当に殺人を犯すぐらいまであので過剰なことをしてあの捕まるっていう人もいるみたいです。あ、ですのであのやっぱりあのキーワードはあの小さい頃にあの受けたの体験があの強くあの記憶される、あとそれプラスあの抑圧されたこととかの罪悪感、これでいいのかな、でもの目が離せない、その罪悪感とのこれらがの、一緒になった人はのフェチにあの、
目覚めるっていうか、フェチになりがちなんだと思います。これはすごいって、好きになるのってやっぱちょっとの性質的に違います。フェチの方の喜びと興奮が一緒にセットになっていますので、